どうしたんですの、ネプテューヌ。なんか適当に触ってたらカメラが変な感じに。おうおう、これは世界が一変しちゃってちょっぴり衝撃を受けてるよ。色彩っぽく白くて清楚。それに対してノアールのパンツは中二病黒騎士っぽく黒で揃えてて、なんだか大人な感じだね。じゃあネプチューヌ、あなたどこ見てるのよ。ベールだけレオタードタイプだからスカートの下が見えなくて残念。NPC のブーケちゃんまでローアングルがバッチリ作り込まれてる。これわわわわわ、いけません。そんな、そうだ、座ってしまえば見えないはず。ああ、何も見えなくなってしまいましたわ。皆さん、もう少しだけ立っていてもいいんですのよ。ネプテューヌもベールもやめなさい。そうよ、女の子の下着は公衆の面前で詳細に語るだなんて本当信じられないわ。だってそこにいるノアールもブランもアバターなわけでしょ。つまりこれはパンツであっても下着ではない。無茶なことを言わないで。私のレオタードは一種の見せパンですわね。ノアールはリアルの方がスカートが短いですけれど、あれも見せパンということでよろしいんですの。そんなに見えてないでしょ。見えてないわよね。ノアールのリアルパンツ事情は置いといて、ブーケちゃん、このとってもローアングルなカメラってパンツソムリエ向けの機能なの？違いますですよ。上方向を見るときに必要なもので、臨場感ある世界を冒険者の方々に堪能していただくため実装されておりますです。本当かな。この作り込みは紳士的な人たちをユーザーに取り込むためのものなんじゃ。エラー、禁則事項です。回答できません。なるほど、察しましたわ。次の方お入りください。おお、本当に懺悔室がある。ゲームやアニメでよく見るやつだ。国会って言うんだよね。本日はどうされましたですか。施設の見学だけでももちろん歓迎いたしますですが。懺悔か。私の場合終わったことをくよくよ考えないから。あ、そうだ、私ね、最近全然働いてないんだよね。だってずっとゲームしてるもん。昨日もちょっとこともらっちゃったし、悪いなぁとは思ってるんだ。お役所手続きやクエストとかのお仕事は他の人がやってくれるからいいんだけど、私的にはそろそろ街の人の顔を見に行かないとなーって。ゲームも大好きだけど外って気持ちいいよね。それに美味しいものも食べたいし。外の世界、私ももっと行ってみたいです。そっか、ザンゲちゃんはゲームの NPC だもんね。どうやったら NPC はゲームの外に出られるのかな。それは私もずっと考えてることなんだよね。あの、ザンゲちゃんと言いますのは、シスターさんのあだ名だよ。ザンゲ室にいるからザンゲちゃん。はあ、画面の中に入りたいっていう人はよくいるけど、出たい場合もどうしたらいいんだろう。私どうすればザンゲちゃんのお願いを叶えられるかもっと考えてみるよ。それじゃあまた遊びに来れたらね。外の世界というのは街の外、あくまでアルスガルドの世界のことだったのですが、おっと言い忘れるところでした。
女神様、どうか迷える子羊にお導きを。Mm-hmm.